こんにちは。こんにちは。絵手紙講師の横山澄子です。赤ちゃんになるのお母さん。一ページずつお話をしております。今その認知症を介護していらっしゃる皆さんに少しでも安らぎになればと思ってお話ししております。今日のお話はこのタデを描いたんですね。こんな大きなね、あの背丈がね、私より大きくなるねタデっていうお花があるんです。これ勝手にね種でね、あのいっぱいお庭にねこう生えてくるんですけど、もういっぱい大きなの生えても困りますので 2,3 本だけ残してあとは引いてしまうんですけども、このタデを描いて、その横に書いてある詩がもう本当に毎日毎日、あの母と、認知症の母と付き合ってる私の葛藤ですね。ちょっと読んでみますね。母がうろうろ動き回る。私はイライラカッカカッカ。私が怒り出すと母は一層うろ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 。私がゆったり心だと母もゆっくりお利口さん。こんなふうに書きました。本当にあの私が広い心で、ゆとりを持った心で母に接している時はやっぱり母もね、もうちょっとお利口さんになるんですよね。ちょっとゆっくりわがまま言わない、そんなこともあるんですけども、どうしてもこの、多動っていうんですかね、じっとしていられない、もうとにかく1回から2回、1回から2回、2回から1回、これの往復がもう本当に毎日毎日すごいですね。そして私の2階にいる私のキッチンのところに来てはなんかちょうだい、なんか食べたい、そんなことを言ったり、もうそのうろうろを見ているだけで本当にこちらももうイライライラと、とにかく毎日のことですからね。今日だけ母を預かってならそれも我慢できると思うんですけどもね、毎日毎日毎日朝から夜中まで、そのね認知症にの母に付き合っているのはね、本当に本当にね怒ったらいかんと思いながらもね、カッと怒ってしまう。本当にごめんなさい、今から思うとごめんなさいですけどね、本当にそれの繰り返しでしたね。私ね本当に出口のないトンネルにね入ったような気がしました。助けてって車の中で叫んだりしました。もう家に帰ればね、その母と付き合わなきゃいけないのは私ですからね。でもね、そんな風になった母でもね、時々ね私がねなんか困ったような顔をするとね、こう言って言うんです。どっしり構えやって、なーに、この世で起きたことはこの世で収まることになっとるでって、そう言うんです。これは母が、これはね鬼ゆずですね。鬼ゆずを書いて、そしてその母のいつも言ってた、まあ、元気な頃からそういうふうに私たちに励ましてくれていたね、母ね、いつものセリフです。この言葉にね随分ね私慰められたんです。実は私ね、昔本当に子供を産んで、2人産んで子供育てている時に、外に働きに行けないので家の、まあ、工場で、穴かがりって知ってますか、ボタンの穴
でボタンをつけるとか、そんな機械でこうやる。まあ岐阜ですからね、縫製の、仕事がねたくさん昔ありましたからね、そんな仕事をしてたんです。従業員も何人もおりましてね、そしてその工場の中でね子供を育てていた。そんな頃にですね、大変な失敗をしたんですよ。というのは従業員の一人が紳士物の、シャツ、紳士物のシャツと婦人物のシャツは穴、ボタン穴がね左右に違うんですよね。それをまあいつもやってることだから何の心配もしずに、もう、ま、その人がそこのね会社のいろんなところから仕事をもらってましたので、その仕事をしているのを私は何の心配もなくこうしてたんですけども、私は私で違う仕事ね、そんなことしてたんですけども、はっと気がついた時にあれと思って、そしてその人のところへ行って、ちょっとこれ女物に穴開けてないって言ったの。紳士物は反対の方に穴を開けない、ボタン穴を開けないといけないのに、女性物の方に穴を開けてたんですよ。その人もずっと何の不思議も感じずにずっとこうして、ミシンで穴かがりでですね、穴かがりしてたんです。見ましたらね、もう100倍ぐらいやってあるの。うわーどうしようと思って、もう私の頭の中パニックでした。それでその工場の中でその私がもうどうしようっていう顔をね従業員たちに見られるのはねいけないと思ってね、自宅の方に帰ってね、自宅のねおかしなことにね畳のねあれあるでしょ、その畳の上をねくる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 、どうしよう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 って言ってね歩き回ってたんです。そしたらその様子を見た母がね、母は母でまた違う仕事をしておりました。その時たまたまいた母がね、何困っとんのって言うんです。お母さんも大変なことになってまったんやて、男物のシャツに女物の方に穴を開けてまったのって、それもねもう100枚以上って言って、あれ大変やねそれは、意外と母落ち着いてるねもうどうしたらいいかわからへんもん、どうしようどうしよう困った困ったって言って、私も泣き声ですよね。そしたら母が言ったんです。どっしり構えやって、この世で起きたことはこの世で収まるようになっとる、でも相手の会社さんに行って、私がその時そこの穴かがり工場の社長ですからね、あんたが行って誠心誠意謝ってこい、この世で終わる、収まるで、命まで取られへん、言ってりゃ、こう言ったんですよ。私もそれはまあ私が社長だから私が謝りに行か、従業員に謝りに行かせられないですよね。それでもう車の中でね、もう本当にね泣きそうになりながらね、その会社にね行きました。そしてそこの社長さんにお目にかかってね、社長さん申し訳ありませんって、もう本当にこんなことをしてかしまして、本当にどうしたらいいか分かりませんので、どうさせていただきましょうかって言ってね、本当に心の底からお詫びしました。ちょうどそうね26、27の頃ですねもうね、そしたらね、驚いたことに社長さん私バーッと怒られるかと思ったんですよ。そしたら私のね謝る姿を見たね社長さんがね、横山さん、まあできたことはしょんないで、まあこれはまあ売れへんでね、これは買い取ってもらうか、それともこういう失敗いっぱいしたものとかね、残布みたいなものをね売るところがあったんですよ。でそういうところに僕は知ってるから、そういうところに安い売るかして、なんとかこれは
その仕事先、そこの社長さんの仕事先から買い受けたら、買い受けて何とかすればいいって言われたんです。私その百何枚もね、その男女間違ったねシャツをね、もらって帰ってきてもね、どうにも仕方がないのでね、社長さんすいませんって、じゃあそれどんなお安くてもいいので、どこかに売れるとこがありましたら売ってくださいってお願いしたんです。そしたら、分かった分かった、いいよ、それこれ買ってもらうようにしとくでねって。そしてこの弁償金ですよね、その商品のこれはいっぺんにもらおうと思ったらへんでいいよって、毎月の工賃の中から少しずつ少しずつこれを引いて返済してくれたらいいでって、そう言ってくださったんです。私ね、本当にその社長さんがね、仏様に見えました。その時ありがとうございますって本当に泣けてしまいました。心の広い方でよかったなと思って、じゃあそうさせてください、これからもお付き合いよろしくお願いしますって、もう本当にペコ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 頭を下げてね、心の中ではよかったと思ってね。そして車の中で家帰ってくる時に、ああよかった、ああよかったよかった、もう早速行ったのもよかったんですね、母に行ってらっしゃい、命まで取られへんあの母の言葉がなかったら、一日悩んで明くる日に行ったら誠意が薄れたと思います。そんな風にいつも私の困ったなと思う時は、いつも母が助けてくれました。私の顔色見てね、困ってるかなんか分かるみたいでね、今度はなんやね問題はとか言ってね、でこうこうこうなのって、そんなのこうすればいいじゃないっていう感じでね、本当にね、ブティックの時もね、ブティックをやってたんですブティックの時もそうでしたね、どうしようかなって言って、年末までにお支払いしなきゃいけないのに、そのお金が足りない、1月からバーゲンをやってその返せるっていう状態、そしたらそんなの銀行行って借りてくればいいじゃないの、売ってから返せばいいじゃないのそんな感じですよ。もう本当に母は証拠がありましたのでね、もう本当に商売のことはすごいピピッとくる人でしたのでね、もう私のようなものがね、あどうしようどうしようって悩むことなんかはね、もうとうにとうに母はね、若い頃体験していたと思いますね。そんな風に私は商売のコツ、そして人とのお付き合いのする方法、もうそんなことをたくさんたくさん母から学ばせてもらっておりました。今日はそんな母のお話でした。ありがとうございました。終わります。